テレビサはメキシコ、そしてスペイン五県最大のテレビ局、メキシコシティに本拠を置く多くの番組はアメリカのユニビジョンでも放送される。テレビサの本社ビル1950年に設立。テレシステマメヒカーノとテレビシオンインデペンディエンテデメヒコが合併され、1973年に現在の名称になった。1991年には、 日本の日本放送協会のシステムを使っての初のハイビジョン放送がスタートした。2004年9月2日には京都放送と相互独占配給契約を結んだと報じられ、同年10月4日より京都放送テレビにて月曜日木曜22時よりテレノベラゲームオブライフの放送を開始。京都放送の実写制作番組ではスタジオに 番組ポスターを掲示するなど力を入れていたものの2005年1月4日に放送予定であった特別番組を突如、休止別番組に差し替え、以降番組は無期限の放送休止状態となっている。京都放送は2月28日放送のライブ後にて、現地の広告代理店との間に契約不利行が生じたためと説明し謝罪。京都放送の社長、副社長、 常務などが役員報酬ッと社長の加藤哲夫が隕石辞任。そして同年、京都放送は厚生会社となった1995年度以降で初の赤字となった。なお京都放送の番組がテレビ差で放送されたという報道はない。ありがとうございます。